関ヶ原で戦が始まる。うーりゃ、前田慶次郎とします。天下をつかもうとしとる徳川家康が天下人の器かどうか計りに参った。徳川家康、何をなし、何を残し、何を作り上げるのか。天下太平の世、戦なき世を目指し、心立ち仲間に散った武将たち、礎を築くために戦った名もなき民たち、全ての者たちの思いを背負い、何を思う。徳川家康、わしは武将じゃ。武門に生まれ、戦をするために育てられ、戦まで生きてまいった。逃れられぬ定めの中で、辛抱に辛抱を重ね、ようやく天下を手に入れる。わしが織田家の一番槍、前田又左衛門利家じゃ。いやー、おお、信長様の夢はわしの夢でもある。他人の尻馬に乗ることが夢か。ならばお主には夢はあるのか。何、お主にも大事なものがおるであろう。人は一人では夢は見られぬ。その者たちとどのような道を歩むのか。お主の一番大事なものとは何じゃ。天とは我が頭上に広がる空じゃ。堺の作戦こそ我らが勝機にあらず。でも堺だけには伝えておったんじゃ。よい家臣を持ったな。滅相もない。そちには無断で堺を借りた。今日の一番手柄は徳川じゃ。武田を滅ぼした後、鶴ヶ一国をお前にやる。ありがたき幸せ。さあこの長篠の戦いも織田徳川軍の勝ち戦と参るぞ。徳川殿に送らとれん。刑事、一番槍はわしらが務めるぞ。ああ、平松、覚悟はできとるぞ。もちろんでございます。織田軍に橋場勢ありと知らしめましょうぞ。皆の者、存分に働き夢をつかめ。平次郎、お主の夢は何じゃ。壁いて壁いて、すべての民が幸せに楽しく自由に暮らせるようで笑って行ってきたい。清正、お主の夢は何じゃ。秀吉様にお使い申し上げ、秀吉様の目指す世を作るために尽力したもござりまする、ね、またさ、お主の夢は何じゃ。我が家族領民を幸せにし、友と切磋琢磨として何より信長様と共に同じ夢を見続けとうございます。サル、お主の夢は何じゃ。戦を終わらせ、農民たちがたらく飯を食えるよう作りとうございます。次郎三郎、主の夢は何じゃ。わしの夢、そうじゃ、それは信長殿の夢よ。わしの夢を何じゃ。まだ夢はないのか、答えられるか。よし、じゃったら。なんじゃ。わしの家来になってちょうよ。家来じゃと。負けたんじゃろ、わしの家来になってちょうよ。負けたことならば、おみわさんは信長様とのお約束を保護にするのか。なんじゃと。この日の元を戦なき世にすると約束したじゃろ。それはおみわさんはできぬ約束を信長様としたのか。天下が欲しいのではないのか。欲しいに決まっておる。それと同じくらい、お主に生きていてもらいたいだけじゃ。狸め、犬に言われたくないの。戦をしてかりません。腹いっぱい米を食べとうございます。子が健やかに育つようにしとうございます。皆の笑顔が絶えぬようにしとうございます。ほうか、我が家臣にならんか。わしは自由に吹く風じゃ。どんな世になろうと
苦しかろう、楽ではなかろう、じゃが半ずるでない。我らも共に戦い続ける。ゆえに我らはよみがえる。この苦しき時を共に歩むために、たとえ400年の時が経とうとも、我らは歩むのちゃ。どこまでもこの思いが続く限り、蒼天の定めの果てへ向かって。じっくり待って、最後に残った者が天下人。その男は誰も成し得なかった戦なき世の礎を築いた男だ。徳川家康なり。